yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane.どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。このチャンネルモノグラフではいろんなねガジェットについてお話をしてるんですけども、割とね、まあ、好きでいろいろ試してるのがこの完全ワイヤレスイヤホンですね。でこの業界も、まあ、いろんなね完全ワイヤレスイヤホンね、このやっぱこう10年でたくさん出てきました。で、まあ、昔はね音質がすごく良くなりましたとか、マルチポイントつきましたとかっていうところで結構話題があったんですけど、最近はねだいぶこのジャンルもね、まあ、iPhone とかみたいにこう成熟をしてきて、そこまで機能的に新しいアイデアっていうのが出てこなくなってきたんですよね。その基本の機能が充実してきた分、まあ、もっとねこれから新しいアイデア、個性を出す方向にシフトしていくと思うんですけれども、ちょっとねこれは面白いアイデアだなというか、なかなか他にないし、結構こう意外と流行るんじゃないかなっていう新発想のイヤホンが出てきたので、こちら今日はお話しさせてください。それがこちらの HHOG の G-POTS というねイヤホンなんですけれども、もうこのイヤホンね、これで一発で分かると思います。こうやってパカッと開くと、このイヤホンこんな感じで、本体が光ります。こちらがイヤホンの、本体なんですけども、この側面ですね、ここに LED が内蔵されていて、この部分をカスタマイズして自由に光らすことができるっていう面白い機能を持ってるんですね。まあ、すでに海外のね AUR 賞レッドドットデザインでも受賞している人気作で、確かに今やイヤホンってファッションアイテムでもあるんですよね。まあ、CM でもイヤホンをあえてつけてるなっていうね、飾りとしてつけてるなっていう演出もよくあって、時代の変化を最近はよく感じます。でその中この G-POTS はこのライトっていう切り口でファッションを彩ってくれる、ちょっと面白いね攻めた製品になってますね。ライトの機能は後で詳しく話していくんですけど、先に外観ねお話ししていくと、ケースはねこのような形でホワイトとブラックのね2種類があります。で今これブラック使ってるんですけど、ブラックね結構このマットな質感はねいいですね。であとこの上の部分、ここのねケースの上がちょっと立体的なねこの変わった、この形状をしていて、この辺ねデザイン性というか、まあ、こだわりを感じますね。で背面から USB-C で充電ができるようになっています。でもう一回ねこんな感じで本体開けると、この LED 付きのねものが出てきて、本体自体はこのカナル型のイヤホンですね。こういったものになってます。この位置が逆光でこの色ね分かりやすいかなと思ったので、ちょっとここでねお話し進めていくんですけど、こちらのね G-POTS はアプリで色のね変更をすることができます。で今このアプリの画面もねちょっとお見せしながら、この僕のね、この色見てほしいんですけれども、今は、これですね、多彩な夢っていうね色のパターンですね、これを選んでます。で他にも、カラーをね、いろいろ選べるんですけど、まあ、例えばこれねハロウィンナイトってやつね選んであげるとこんな感じですね。ちょっとこうオレンジっぽいね、色が今点灯してると思うんですけど、こういった色になったりとか、これは、シュールな夢っていうね、パターンみたいですね。ちょっとこの紫っぽいね色のグラデーションがかったものが、これ表示されてます。で銀河系とかこの辺とかなんかかっこよさそうなんじゃないですかね。こんな感じか。このようにね色をね楽しむことができます。で、最初からねこんな感じいくつか入ってるんですけど、テーマをね選んで、サインすることもできるんですけど、カスタムカラーっていうものですね、これも、自分で作ることができます。まあ、こんな感じで、まあ、自分でね好きな色を選んで上からね順番に選んでいって、でこれをはい適用してあげると、これが僕のね今この耳元ですね、この色として反映されましたってもですね、いや黄色も結構、まあ、ちょっと中二病っぽいけどねかっこいいんじゃないかなと思いますね。へえ、あこれいいかも。はい、こんな感じで選んで、色を選べたりとか、あとは、これねライトの、点滅のコントロールですね、いろいろ選べます。これはリップルってやつなんですけど、中央からね徐々にこうやって広がっていく。でパルスは下からこうやってねインジケーターみたいに音がねこう伸びていく。点灯はこのような状態でずっとね、同じ光の強さでずっと点灯し続けてます。まあこれは結構シンプルでね、使いやすいんじゃないかなと思いますね。
でブレスは、呼吸のような形でじわりじわりとね、光がこう点滅したり消えたりっていうところをゆっくりね、演出してくれます。まあ、僕はまあ使うとしたら点灯かな。こういった音のカスタマイズの他にイコライザーでね、音のカスタマイズも、ね、多少することができます。バランス、ボイス、低音、高音という形である程度ね強調するところを選べるっていうところですね。でノイズコントロールも、ね、このアプリの方からですね、操作ができます。あとこの本体には専用のシェルですね、これがいくつもね用意されていて、まあ、例えばこんな感じなんですけど、パチッとねつけてあげることによって、まあ、表面をデコレーションすることができます。これとかドクロですからね、めちゃめちゃ、ちょっと癖強いんですけど、まあ、こういったね個性を出すこともできますし、このシェルの柄と中の色ですね、これを組み合わせてデザインすることができるので、合わせて使うとかなり自由度の高いデザインを実現することができます。このライトの機能に関しては今お伝えした通りなんですけれども、こちらですね、まあ、もちろん保守の用途としてはイヤホンなので、まあ、そちらのお話もね詳しくしていくと、まず音質ですね、この音質なんですけど、まあ、これはねさすがに、まあ、いわゆる高級イヤホンとかに比べるとそこまですごく音質がいいっていうわけではないです。まあ、感覚的にはだいたい1万円から 1.5 万円前後の、価格帯で買えるイヤホンと同じぐらいのね音質かなっていうところで、すごくね悪いわけではないんですけど、まあ、若干聞いてて、まあ、解像感がちょっと荒いなとか、まあ、低音がねたまにこうちょっと割れ気味だなっていう時はありますね。まあ、でも結構中音の音とかは聞きやすい、ような仕様になってるので、まあ、あの YouTube の動画見たりとか歌物をトレーニング中に聞いたりとか、まあ、そういったね、カジュアルな用途で使うには、十分な、ね、音質、これあると思います。でノイキャンと外音取り込みに関しても、まあ、本当にこう一般的な感じですね。まあ、他のワイヤレスイヤホンとそこまで変わらないというか、ノイキャンついてはいますけど、まあ、低音の音をちょっとね消してくれるっていうぐらいで、まあ、やっぱり人の話し声とか高音のねキンキンした音みたいなところは結構ねこれあのつけててもちゃんと聞こえますっていうところですね。なので、まあ、その音質とかノイキャンに関して言うと、まあ、そこの部分でこれをね重視して選ぶっていうタイプのイヤホンではないかなと思いました。まあ、やっぱりこのメインの機能ですね、ライトの機能を、ファッションとして楽しみたい、でその上でこっちを重視してイヤホンの性能としてはまあ並程度で十分だよっていう方におすすめしたいね、一台ですね。最後に気になったポイントですね、こちらも僕の方であればいつもお話ししてるんですけど、一つはね、まあ、このタッチの操作ですかね、このイヤホンこちらね、AirPods みたいにこうやって側面をこうつまんでカチカチとねタップして動かすねイヤホンなんですけれども、まあ、ここでね、音量の操作ができないんですね。昔の AirPods もそうだったんですけど、音量に関しては、このスマホの方からね上げ下げしなきゃいけないので、まあ、その点はね一つ注意点かなと思います。で、あとはマルチポイントですね、これに非対応になっています。なので複数のデバイスでこう使い分けたいっていうよりは1個の、ね、スマホとかに登録をしておいて、まあ、それでね、まあ、光のコントロールだったりとか音楽を楽しむっていう、ね、ものになっていますね。そういった細かいポイントはあるんですけど、やっぱりこの製品はこのライト、これが点灯するっていうところが一番のストロングポイントであり、まあ、他にね、競合外には唯一のね利点だと思うので、まあ、そういった細かいところはね正直、まあ、このライト使いたい人にはあんまりねこう気にならないところなのかなとも思います。まあ、そういったところではねかなり尖ってるというか個性があってね、僕はいいイヤホンだと思いますね。はい、こんな感じでね、こちら G-POTS ご紹介してみました。結構ねこの画角がかっこいいというか、このね逆光の感じがこのねライトの色が映えていいなと思うので、このままね最後まで行こうかなと思うんですけど、まああくまでねイヤホンとしては普通というか、あの本当に可もなく不可もなく普通のワイヤレスイヤホンとして楽しむことができます。でそれに加えてこのカスタマイズですよね、光のカスタマイズができるっていうのが実にね面白いイヤホンだなと思いました。これね多分ねまだ他にこのタイプのイヤホンって出てきてないので、今はちょっとなんだろう派手だなとかちょっと変わってるイヤホンだなっていう風に言われると思うんですけど、これねもしかしたら流行るんじゃないかなと思いますよ。各社他のメーカーがこのコンセプトアイディアは真似してきそうな気がちょっとしますね。まあ、というのもね、あんまりこう最近完全ワイヤレスイヤホンってこう差別化っていうのが難しくなってきてるんですよ。まあ、音質もかなりいいとこまで来てるし、マルチポイントとかもねもうかなり一般的になってきたので、次何をするかっていうのが結構難しいところに来てる領域なんですね。 JBL のイヤホンとかこうケースにねこうディスプレイをつけるとか、まああいったね新しいね挑戦をしてるんですけど、個人的にはケースにディスプレイつけるよりもこのイヤホンの外側カスタマイズできる、こんな感じで自分のね好きな色選べてこう点
点灯させられるって方が個性としてはね面白いなと思いました。まあ、昼間はねそこまで目立たないですけど、それこそ夜ランニングする人とかね、こういった光でね自分の位置も知らせることができるし、ちょっとファッション的にもかっこいいみたいなのは割とね受け入れられるような気もしますね。まあ、最近こうガジェットねスケルトンとか流行ってますけど、まあ、このねスケルトンプラスこのライティングですね、こういった演出もねありなんじゃないかなと思います。まあ、夜のスポーツとかあとゲーム配信者とかですかね、ゲーミング系の方とかってこういうね相性すごくいいと思うので、最初試すまではだいぶ色物が出てきたなと思ったんですけど、試したら意外とありだなというか結構かっこいいなと思ったアイテムでした。はい、こちらね、G-POTS 詳しい情報は、概要欄にリンクね載せておきますので、そちらの方、見ていただけると嬉しいです。はい、こんな感じでね、このチャンネルモノグラフではこういったガジェットの情報とかインテリアの話ねよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフのホチでした。バイバーイ。